Good morning, everyone! はなです。今、午前9時半です。これから山に登ります。1ヶ月ぶりぐらいですね、登山は。温泉に行ったりとかしてたので。で、今日はなんと憧れの大山イエイ！なぜ憧れかっていうと、私は毎年ハッピーハッピークリスタルスクールで初詣ツアーというのを正月にやってるんですけれども、必ず大山の阿夫利神社にお参りに来ます。で、その時は車でケーブルカー乗り場まで行って、ケーブルカーで神社まで行ってお参りして、ご飯食べたり楽しく散策して帰ってくるんですけど、いつか山頂まで行ってみたいなっていうのをずっと、もう10年ぐらい神社に行き始めてずっと思ってたんですね。で、今日その夢が初めて叶います。イエーイ。なんですが、ルート全然違います。本当はね、神社に行ってから神社から山頂っていうのも、なんかいつもの先に行くみたいな感じで楽しそうだなと思ったんですけど、それだと割とね、パッと登ってパッと帰ってくるっていう感じになると思うので、ちょっとあんまりメジャーじゃないルートを探してみました。美濃毛というところから登ります。駐車場がね、マスを釣る釣り場のところに駐車場があるので、そこをお借りして、1日1000円で車が止められるので、そこに止めてから登るんですけれども、累計標高差が1100なんですね。なので私は結構1000が割とギリギリなので、結構ハードになるかなと思ってるんですけど、時間的にはそんなにかからなさそうだった。一応上りのコースタイムが2時間半になってたので、3時間半ぐらいで登って、1時までには山頂に着いてお昼にできればいいなと思ってます。ということで、初の大山山頂まで行く旅、すごい楽しみにしてます。今日は気温が20度ぐらいまで下の方は上がるみたいなので、本当にすっかり春っていう感じで、お花もたくさん咲いてて、その辺も楽しめればいいなと思ってます。では行ってきます。レッツゴー。なんかね、椿ってもともとすごい好きなんだけど、最近すごいよく見るこのマーブル模様の椿があるんだよね。これ本当に見るたびに、なんでこんなになんかこう全部一つ一つ模様が違うのが出てくるんだろうと思って、なんかいつもすごい不思議&見せられる、大好きですこのマーブル椿。なんていうのかわかんないけど、かわいいな、ほんと不思議だな。写真撮ろうかな。ちょっとお地蔵様だけあれしとこうかな。お地蔵さん、こんにちは。よし、すごい滝があるんだね。滝まで1360メートル、割とありますね。そうだね、ハイキングだね。美濃毛越え、天城越え的な、山火注意だよ。あ、でも5月からだって。早くも山道に入ります。さっきからこのお花がすごい可愛いんだよね。これなんていう花なんだろう。お母さんだったら知ってんだろうな。可愛い。早くも結構な急坂です。ウォーミングアップ。よいしょ。今週は、おととい月曜日が結構一日中雨だったの。だから道がぬかるんでると嫌だなって思ってたんだけど、
昨日一日で割と乾いたっぽいね。ちょうどいいと思います。そしてまた金土雨予報だったから春の雨の合間を縫ってって感じかな。三つ峠みたい。車道と林道と山道と交錯して、なんかここにさ大山って書いてないのは何なんだろう。なんかちょこっと登っては林道があったり、ちょこっと登っては車道があったりして、三つ峠を思い起こさせます。歩き始めて約20分です。上のウィンブレっていうのかジャケットをとりあえず脱ぎました。ほんと今日はあったかい。なんか今までザ冬山みたいな、雪山ではないけど冬のキリッとした空気の山にしばらく行ってたので、なんか完全に季節が変わってるっていうのを今実感してます。そういえばちょうど去年の今頃、多分3月半ばぐらいに三つ峠に登ったのがこの1年間の山旅のスタートだったんだよね。それまでは山はもう7、8、9に行くものって感じだったから、全然一年中山行くっていう考えはなかったんだけど、三つ峠に3月に登って、その時はまだ雪が残ってて結構冬山っぽかったんだけど、その後滝子山登って、で足高山登って、足高山からYouTube が始まって、でけなし山、私の動画の中で空前のビュー数を誇るけなし山、なぜかわかんないけど、でその後は多分梅雨を経てアルプスとかに行ったんだよね。あーなんか今年もめっちゃ立山、雷鳥沢すごい行きたいし、去年はコロナで人がすごい少なかったけど今年はまた増えてんのかな、わかんないけど、まあなんか景色としては もちろん木曽駒ヶ岳からの景色も最高だけど、いやーやっぱ立山の景色はちょっと変えがたいものがあるね。もう一回見たいな。うん、なんかこれから本格的な登山シーズンなんだって思うと、あの 2000m とか 3000m とかの景色がすごい恋しくなります。お、大山コースって書いてある。ここを入るの？うん、やっぱり可愛い、この子たち。今まで初めて見たな。
道はかなり舗装されてる、舗装じゃないけど歩きやすいように整えられてる。さすが人が多く来る山ですねって感じ。風がすごい涼しくていいです。これが5月頃になると風がちょっと生暖かくなるんだよね。あ、富士山だ頭だけ出てます、真っ白。大山の神様、大山積みの神は富士山の神様、この花咲夜姫のお父さんなんですよ。かなり急坂になってきました。ザ・トップ・オブ・マウント・大山って面白いな。その通りなんだけど、マウント大山ピークとか書かないのかな。100回登山記念碑、誰か自分が100回登山記念したことを記念してるのかな。なんだろう、あ、先導師って書いてある気がする。わからない、なんか何かの記念碑です。そしてお地蔵様は誰かみんなが置いたやつ、かわいいね。ここはもしかして右の方に行ったら大山山頂神社に行くのかもしれないですね。だって山頂神社から2時間ぐらいかかったって言ってた気がするんだよね。そんな感じかも。登り始めて1時間10分です。最初の休憩をします。